はい、皆さんこんにちは、ノックアウトチャンネルです。今日はね、1月11日にジムを移転したので、その新しいジムをちょっと紹介したいと思います。まあ駅はね、四谷三丁目からこう、なんていうかな、降りてくる感じで明けぼの場所方面に向かって、で、じゃあちょっと行ってみましょうか。大体歩いて駅、四谷三丁目から5分ぐらいですよね。そうですね。そうですよね。で、まあずっと歩いてくると、まあ一応、分かりやすいピザーラがありますんで、このピザーラと竹屋寿司の2階になります。お腹減ったらすぐ出前取れればいいですピザーラ目印ですね。そうですね、このビルですね。エレベーター2つあるからだいぶいいですよ。はい、こちらです。ドン。ちょっとまだ今花がね、結構いっぱい届いちゃって、ちょっとざわざわしてるんですけども、入り口もこういう感じでおしゃれに作ったんです。ちょっとね、夜になるとすごい映えるんですけど、まあ若干ちょっといかがしい感じになってしまってますけども、そう、こんな感じです。まあまあね、広くなったんですよね、だいぶ。前のジムの 1.6 倍 1.6 倍ぐらいになってますね。はい、でも80坪ありますから、結構リングもね、大きいので、スパーリングしたい人とかもね、ぜひ全然できるんで。まあ、サンドバッグ、まあこういう風に並んでまして、まあ、ね、前からあるバイクマシンとブル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 マシンと、はい、って感じですかね。これリングはかなり実寸に近い、まあ、5.5 メートルなんで結構でかいと思います。以前のよりかなりでかいですね。まあちょっと前回がジムが狭かったんで大きいリング置けなかったんで、結構綺麗ですよね、やっぱり。いい感じです。で、まあ更衣室の方とかも、ご案内していただきます。失礼します。こちらが男子更衣室になってます。シャワールームが2台と。はい、で、その奥が、女子更衣室です。ちょっと女子更衣室は若干狭さはあるんですけど、まあ、こちらもシャワールーム2台と置いてあります。トイレがですね、ちょっとこちらが、こちら女子トイレ、はい、まあ、女子トイレは便器が1個しかないんですけども、男子トイレがね、ちょっと広いんですよね。これでだいぶ ABS を取られてしまって、男子トイレはこんな感じです。はい、こうなんですよ、という感じになっております。劇団市 EAA、 これものすごく代謝があって、減量の人にも汗がバッチリ出るんで、ぜひ買ってみてください。KOD オリジナルグローブもありますので、ぜひよかったら皆さん購入してください。あとね、まあうちのジムはプロ加盟してないんで、基本 90% 以上お客さんがみんなもう一般の方なんで、健康志向や、まああとボクシング好きになって始めたりとか、であと小さい子供たちもいるんで、ぜひまあ体験レッスンでもやってますので、気になる方は一度体験でも来てもらって、ぜひ味わってもらえればなと思います。ぜひともお待ちしております。疲れた風圧が疲れる。体痛いんですよ関節がそのサンダルでやってるところまた舐めてますよね。そ
それでよく見てるな。